本家本元日本史一問一答聞き流し動画、こちらの使い方をご紹介。まずは等倍で答えを思い浮かべながら聞いてください。次にだんだんスピードを上げていって、最終的には2倍速で答えがスラスラ言えるようになったら、それらの歴史用語はあなたの脳に刻み込まれています。室町幕府の初代将軍、足利尊氏。鎌倉幕府を滅ぼした当時は、尊氏の尊の字は高いという字でした。後醍醐天皇の死後、南朝の指導者となり、神農昇統記を表した人物。北畠親房。足利尊氏の弟、足利忠義と尊氏の執事、河野師直との対立から始まった幕府を二分する戦乱。官能の上乱。室町幕府第三代将軍で金閣を建て北山文化を創出した人物。足利義満。室町幕府で将軍を補佐しながら政務を統括する職務。管領。足利義満が1394年に征夷大将軍を辞して就任した公家の最高官職。太政大臣。1467年から11年間にわたって京都市中が主戦場になった大乱。応仁の乱。応仁文明の乱。応仁の乱が始まった当時、将軍だった室町幕府第8代将軍足利義政。応仁の乱で活躍した軽装の増兵のこと。足軽。土着の武士や農民がある目的を達成するために結成した地域的集団のこと。一揆。一揆とは武装蜂起することではなく、集団を表す名称です。14世紀後半、中国を統一した国家の名前。明。室町時代、朝鮮半島や中国沿岸部を襲った海賊集団。倭寇。日本が臣下として貢ぎ物を献上し、明から返礼を受け取るという日明貿易の貿易形式。朝貢形式。私貿易船や倭寇と区別するために明の皇帝が発行した渡航証明書。官号。1392年、高麗を滅ぼし朝鮮を建国した人物。李成桂。室町時代、朝鮮との貿易を行っていた対馬の守護の一族。宗氏。
室町時代朝鮮から輸入された、当時日本では生産されていなかった品物。木綿。琉球を統一し琉球王国を建国した人物。昭和史。琉球王国が那覇で行っていた東アジアと東南アジアを結ぶ貿易形態。中継貿易。1457年、和人の北海道進出に反発してアイヌの首長を放棄した人物。コシャマイン。奈良時代以降、和紙の原料として日本で最も多く使用されてきた植物。楮。室町時代、宋銭、元銭とともに大量に輸入された貨幣。明銭。悪銭の受け取りを拒否する行為。エリゼニ。エリゼニ令は、エリゼニすることを定めた法令ではなく、エリゼニなどを禁止する法令でした。堀越久保を倒し、小田原を拠点とした戦国大名。北条早雲、伊勢宗瑞。上杉憲政から家督を譲り受けて関東管領となった人物の越後守護代当時の名前。長尾景虎。この長尾景虎が後に上杉謙信と名乗るようになりました。松永久秀らによって自殺させられた室町幕府第13代将軍。足利義輝。大内氏を滅ぼした末春方を倒して中国地方で権力を握った戦国大名。毛利元就。戦国大名が制定した領国支配の基本法。文国法。すべての戦国大名が制定したわけではありません。喧嘩をした場合は理由を問わず当事者双方を同等に処罰する規定。喧嘩両成敗。戦国大名の居城を中心に形成された町。城下町。寺社の門前に形成された町。門前町。大洪水によって芦田川の川底に水没し最近発掘された中世の港町。草戸浅間町。京都の町を運営した主に富裕な商工業者からなる人々。町衆。室町時代前期の将軍足利義満の時代の文化。北山文化。応仁の乱を避けて趣味的生活を営む将軍足利義政を中心に営まれた文化。
東山文化。将軍足利義満が南宋の漢字の姓に倣って整えた制度。五山実殺の制。京都五山の別格上位として五山の上に置かれた寺院。南禅寺。浄土真宗の僧侶で越前吉崎を拠点として北陸に布教を行った本願寺八世。蓮如。南北朝の対立を描いた南北朝時代に成立した軍記物語。太平記。室町時代関東管領の上杉憲実が下野、現在の栃木県で再興させた学校。足利学校。この学校の教育水準の高さには当時のヨーロッパ人も驚いたと言われています。足利義満が建設した山荘で死後寺院になった寺。六音寺。大学入試で寺院の名前を答えさせる問題は金閣寺ではなく六音寺と答えるようにしましょう。足利義政が建設した山荘で死後寺院になった寺。自称寺。大学入試で寺院の名前を答えさせる問題は銀閣寺ではなく自称寺と答えるようにしましょう。室町時代の武家住宅の建築様式。書院造り。代表的なものに自称寺東宮堂堂神祭があります。水を用いずに山水や自然の様子を表した室町時代の禅院の庭。枯山水。そう、元から伝えられた墨一色の濃淡によって表現する絵画。水墨画。水墨画を開拓し表念図を描いた相国寺の画僧。除雪。水墨画を大成させ四季山水図鑑などを描いた室町時代後期の画僧。雪舟。室町時代後期、水墨画に大和絵の技法を取り入れた絵画の一派。狩野派。風刺家伝という能楽論を表した人物。世阿弥。大和猿楽師座の一つで観阿弥が創始したもの。観世座。観世座はもともと結城座と呼ばれていました。能の合間に演じられた風刺性の強い喜劇。狂言。和歌を上の句と下の句に分け、一座の人々が次々に句を継いでいくことによって作られた歌。レンガ。
松風レンガを確立させ、新鮮筑波州というレンガ州を編纂した人物。葬儀。村田珠光が東山文化期に創始した芸術。わび茶。室町時代に流行した一寸法師、浦島太郎などの庶民的な短編物語の総称。おとぎ草子。室町時代、39、南北朝の動乱。中仙台の乱を起こした人物は誰か。北条高時、北条時行。北条時行。北条高時は北条時行の父で、鎌倉幕府滅亡時の特僧です。1371年、今川良春は何に任命されたか。九州短大、鎮西短大。九州短大、鎮西短大は鎌倉幕府が置いた役職です。後醍醐天皇の子で、九州で勢力を及ぼしていた人物は誰か。金吉親王、森吉親王。金吉親王。後醍醐天皇の死後、南朝の指導者として活躍した人物は誰か。北畠顕家、北畠親房。北畠親房。北畠顕家は北畠親房の子で、この頃すでに亡くなっていました。後醍醐天皇の子で、父の死後、南朝を継いだ人物は誰か。五亀山天皇、五村上天皇。五村上天皇。南北朝の合一により退位した天皇は誰か。五亀山天皇、五小松天皇。五亀山天皇。五亀山天皇から五小松天皇に上位する形で南北朝の合一は実現しました。40. 室町幕府の組織。次のうち三管領でないものはどれか。赤松、細川。赤松。三管領は細川、芝、畠山です。次のうち四式でないものはどれか。大内、山名。大内。四式は京極、山名、赤松、一式です。室町幕府の直轄地を何というか。蔵入地、御領所。御領所。鎌倉府の長官を何というか。鎌倉公方。関東管領。鎌倉公方。関東管領は鎌倉公方の補佐をする役職のことです。初代鎌倉公方は誰か。足利持氏。足利元氏。足利元氏。足利持氏は第四代鎌倉公方です。鎌倉府は最初何カ国の統括を行っていたか。8カ国、10カ国、12カ国。10カ国。関東8カ国と甲斐、伊豆の統括を行っていました。後に陸奥と出羽が加わって12カ国となりました。41。室町幕府の展開と同様、足利義満が勢力の削減を図った11カ国の守護大名は誰か。大内義弘、山名氏清。山名氏清。
大内義弘は6カ国の守護大名でした。足利義満が山名宇治清を滅ぼした反乱の名は何か。応永の乱、明徳の乱。明徳の乱、応永の乱は大内義弘を倒した反乱です。室町幕府第4代将軍は誰か。足利義持、足利義教。足利義持、足利義教は室町幕府第6代将軍です。永享の乱で倒された鎌倉公方は誰か。足利重氏、足利持氏。足利持氏、足利重氏は足利持氏の子です。将軍足利義教を暗殺した人物は誰か。赤松光助、山名持豊。赤松光助、山名持豊は赤松光助を成敗した人物です。応仁の乱の際に対立した足利義政の弟は誰か。足利義久、足利義見。足利義見、足利義久は足利義政の子です。応仁の乱が始まった当時、足利義見を支援した人物は誰か。細川勝元、山名持豊。細川勝元、山名持豊は足利義久を支援していました。応仁の乱の際に西軍の総大将だった人物は誰か。細川勝元、山名持豊。山名持豊、細川勝元は東軍の総大将です。42、曹操と土一揆。曹操における警察権のことを何というか。施設巡業、地下検団。地下検団、施設巡業は裁判の強制執行権で、室町時代の守護の権利です。曹操における田畑を捨てる行動を集団的に行うことを何というか。調散、逃亡。調散、逃亡は律令体制で登場する用語です。農民でありながら侍身分を獲得したものを何というか。黒人、地侍。地侍、黒人は地元に土着した武士一般を指す言葉です。近江の馬借が徳政を起こしたことをきっかけに起こった一揆を何というか。柿津の徳政一揆、象徴の徳政一揆。象徴の徳政一揆、畠山氏の国外追放を求めて起こされた一揆を何というか。加賀の一向一揆、山城の国一揆。山城の国一揆、1536年、日蓮宗の信者が延暦寺と衝突し、京都を追われた戦いのことを何というか。天文法華の乱、法華一揆。天文法華の乱。43、室町時代の日民関係。鎌倉時代に派遣された貿易船はどれか。建長寺船、天龍寺船。建長寺船、天龍寺船は室町時代に派遣されました。天龍寺船はどこの国に派遣された船か。元、明。元、
明との通行を開始した当時の将軍は誰か。足利義満、足利義持。足利義持、明との通行を開始した中心人物は足利義満ですが、当時の将軍は義持でした。明との通行を中止した将軍は誰か。足利義持、足利義教。足利義持、足利義教は明との通行を再開した将軍です。明との国交を開く際に派遣された正使は誰か。蘇我、小泉。蘇我、小泉は副使でした。足利義満は自らのことを何と呼んだか。日本国王、日本国大君。日本国王。勘合貿易の際、明からの船が持参を義務付けられたものは何か。日時勘合、本時勘合。日時勘合、本時勘合は中国に渡航する日本船に持参が義務付けられたものです。堺商人と結んで勘合貿易の実権を握った守護大名は何氏か。大内氏、細川氏。細川氏、大内氏は博多商人と結んで勘合貿易の実権を握りました。勘合貿易の実権をめぐって大内氏と細川氏が中国で衝突した事件を何というか。三保の乱、寧波の乱。寧波の乱、三保の乱は朝鮮で起こった事件です。44、室町時代の対外関係。朝鮮半島に置かれた日本使節接待のための施設は何か。航路館、和館。和館、航路館は太宰府に置かれた外国からの使節を接待するための機関です。対馬の宗氏が発行した朝鮮への渡航許可証を何というか。通信符、文印。通信符、文印は朝鮮側から送られた通行証のことです。1419年、倭寇を恐れた朝鮮が対馬を襲撃した事件を何というか。応永の外交、三保の乱。応永の外交、三保の乱は16世紀に起こった日本居留民による暴動です。朝鮮からの主な輸入品で当時日本では生産されていなかったものは何か。麻、木綿。木綿、木綿の国内生産は室町時代から始まりました。11世紀頃から沖縄各地を支配していた豪族のことを何というか。アジ、グスク。アジ、グスクとはアジの居城のことです。琉球を統一し琉球王国を建国した人物は誰か。正覇氏、正体。正覇氏、正体は明治時代の人物です。正覇氏はどこの国の王であったか。北山、中山。南山、中山。1457年、和人の収奪に反発したアイヌが起こした反乱は何か。コシャマインの戦い、シャクシャインの戦い。コシャマインの戦い、シャクシャインの戦いは江戸時代に起こった反乱です。45、室町時代の産業と経済。
室町時代に用水の道具として中国から伝わったものは何か。踏み車、流骨車。流骨車。踏み車は江戸時代に普及しました。室町時代の播磨の特産品は何か。水原紙、鳥の子紙。水原紙、鳥の子紙は越前の特産品です。鍋や釜などを作る職人を何というか。いもじ、盤上。いもじ、盤上とは大工さんのことです。製塩業で瀬戸内地方を中心に導入が始まった製塩方式を何というか。揚げ浜法、入り浜法。入り浜法、揚げ浜法から進化した製塩方式です。京都の女性行商人で炭や薪を売り歩く商人を何というか。おはらめ、かつらめ。おはらめ、かつらめは鮎や朝鮮飴を売り歩く女性の行商人です。神社を本所とした中世の特権商人を何というか。久御人、寺人。寺人、久御人は公家を本所とした特権商人のことです。北の神社で結成された同業者組合は何か。麹座、綿座。麹座、綿座は祇園社で結成された同業者組合です。室町時代に標準貨幣として流通していたものはどれか。公部通報、永楽通報、仙徳通報。永楽通報、幕府や戦国大名が悪銭の流通を禁止するために行ったことは何か。襟銭、襟銭令。襟銭令、襟銭とは悪銭を拒否する行為のことです。46、戦国大名。京徳の乱で関東管領を暗殺した鎌倉公方は誰か。足利重氏、足利持氏。足利重氏、足利持氏は永享の乱ですでに倒されていました。足利重氏は何と呼ばれていたか。古賀公方、堀越公方。古賀公方、堀越公方となったのは足利政友です。長尾景虎はどの家から家督を譲り受けて関東管領となったか。扇ヶ谷津上杉、山の内上杉。山の内上杉、細川晴元を下克上した家臣は誰か。三好長慶、松永久秀。三好長慶、松永久秀は三好長慶を下克上した人物です。大内氏を滅ぼした人物は誰か。末春方、毛利元就。末春方、毛利元就は末春方を倒した人物です。有力家臣に
下級の武士たちを配属する戦国大名の軍事組織を何というか。総領制、頼親頼子制。頼親頼子制。総領制は鎌倉時代の支配組織です。47、室町時代の都市の発展。上杉氏の城下町はどこか。一条谷、春日山。春日山。一条谷は朝倉氏の城下町です。大友氏の城下町はどこか。府中、府内。府内。府中は今川氏や武田氏の城下町です。一向宗の寺院を中心に形成された町のことを何というか。寺内町、門前町。寺内町。門前町は一般的な神社や寺院を中心に形成された町のことです。蓮如が再建した本願寺のことを何というか。石山本願寺、山科本願寺。山科本願寺。石山本願寺は蓮如が創建した本願寺です。次のうち若狭に置かれた港町はどれか。小浜、三国。小浜。三国は越前の港町です。伊勢神宮の港町のうち宇治、山田の下港にあった港町は何か。大港、桑名。桑名。大港は東海道の宿駅のあった港町のことです。堺の町の自治を運営していた人々のことを何というか。恵郷州、年行寺。恵郷州。年行寺は博多の運営を行っていた人々のことです。1500年に再興された京都の祭りを何というか。葵祭り、祇園祭り。祇園祭り。48、室町時代の宗教、学問。足利義満を中心とした文化を何というか。北山文化、東山文化。北山文化。東山文化は足利義政を中心とした文化のことです。京都五山の第一位は何か。建長寺、天龍寺、南禅寺。天龍寺。建長寺は鎌倉五山の第一位、南禅寺は京都五山の別格上位です。京都五山の第二位は何か。建仁寺、相国寺、円覚寺。相国寺。建仁寺は京都五山の第3位、円覚寺は鎌倉五山の第2位です。相国寺を開山した人物は誰か。春屋明馬、夢窓疎石。春屋明馬。夢窓疎石は天龍寺を開山した人物です。
鎌倉五山のうち A 斎が創建した寺院はどれか。建仁寺、上智寺、寿福寺。寿福寺。建仁寺は A 斎が創建した寺院のうち京都五山のものです。林家のうち曹洞宗の寺院はどれか。曹治寺、大徳寺、妙心寺。曹治寺。大徳寺と妙心寺は臨済宗の林家です。立正治国論を表した日蓮宗の僧侶は誰か。日心、日蔵。日心。日蔵は南北朝時代に法華経を布教した僧侶です。南北朝の内乱を室町幕府の側から記した作品はどれか。人能小陶器、賠償論。賠償論。人能小陶器は南朝の立場から記した作品です。一条兼良の表した有足古実書を何というか。九字根源、職源章。九字根源。職源章は北畠親房が表した有足古実の書です。肥後や薩摩で儒学を講義し、後に薩南学派の祖となった人物は誰か。慶安元寿、南村梅賢。慶安元寿。南村梅賢は海南学派の祖と呼ばれる人物です。49。室町時代の絵画、建築、工芸。足利義満の建てた別荘で死後寺院になったものを何というか。自称寺、六音寺。六音寺。自称寺は足利義政が建てました。この場合寺院の名前を問われているので金閣ではなく六音寺と答えてください。銀閣の下層部の建築様式を何というか。書院造り、神殿造り。書院造り。神殿造りは金閣の下層部の建築様式のことです。西宝寺庭園や天龍寺庭園を造作した人物は誰か。春屋明派。無双祖籍。無双祖籍。表年図の作者は誰か。除雪。明朝。除雪。室町時代、宮廷絵師となった人物は誰か。土佐光信。土佐光興。土佐光信。土佐光興は江戸時代の人物です。足利義政に仕え近郊の祖となった人物は誰か。後藤徳成。後藤雄城。後藤雄城。後藤徳成は近世の人物です。50。室町時代の文化、能楽、レンガなど。風刺家伝を表した人物は誰か。観阿弥、世阿弥。世阿弥。
観阿弥は世阿弥の父です。大和志座はどこの寺院を本所としたか。延暦寺、興福寺、薬師寺。興福寺。宗義が編纂した蓮華宗を何というか。犬筑波宗、新鮮筑波宗、新鮮筑波宗。犬筑波宗は宗観が編纂した蓮華宗です。宗義が確立した蓮華のことを何というか。松風蓮華、徘徊蓮華。松風蓮華、徘徊蓮華を確立したのは宗観です。室町時代に編纂された小唄宗を何というか。勧銀宗、良人秘書。勧銀宗、良人秘書は院政期に編纂されました。東山文化の頃に和美茶を創始した人物は誰か。村田珠光、千利休。村田珠光、千利休は桃山文化の頃、和美茶を大成させた人物です。本家本元、日本史一問一答、聞き流し動画。